こちら、ずこそれでは今回なんですけども、SBI 証券がサイト内アプリリニューアルということで、SBI 証券が7月からですね、順次いろいろとアップデートされることが発表されましたので、そちらについてお伝えします。それでは、行ってみましょう。では、今回アップデートされる内容を大きく8個に分けてお伝えできればと思います。早速、その1つ目がこちら、2024年7月6日土曜日、メインサイトトップページがリニューアルします。それがこちらなんですが、メインサイトトップページがリニューアルしますよということで、メインサイトのトップページのデザインをリニューアル さらにスマートフォンとパソコンどちらでも同じサイトを使用できるようマルチデバイス対応を行いますということで詳細はこちらをクリックするとこのページが出てきます7月の6日からですねデザインリニューアルとスマートフォンの対応をリリースしますよということですね今回のリリースに関しましてはトップページが使いやすくさらにトップページを含む一部画面のスマートフォン対応を行いますのでスマートフォンやタブレットでも快適に閲覧いただけるようになりますとまた今後も順次メインサイトのスマートフォン対応やデザインリニューアル 実施を予定しておりますということで実際にどういった風に変わるのか見ていきましょうまずは総合トップデザインがリニューアルしますよということなんですがこちらパソコン版の画面ですね今出てるようなこういったような画面に変わりますよということで表示がされるみたいです実際に現時点での SBI 証券のトップページはこんな感じとなっておりましてまあ、正直なところですね僕この画面で使い慣れてるので使いやすくなるかどうかというのは正直に分かんないんですけどもまあ、確かにまあこれを見る限りはトップペ この上の部分に関してはこれまで通り、マイ資産とかですね、ポートフォリオ。これはここからでもまあ簡単にアクセスすることはできてたんですけども、この画面から少し下がって、この下の部分ですね、これが結構ガラッと変わるような感じでシンプルでアクセスしやすくなるような印象になりそうですね。で、次、スマートフォンの画面に関しては、このような画面になりますよということなんですけども、まあ、こちらも結構シンプルな感じの画面にはなってますね。現時点での 証券のスマホ専用サイトについては口座管理とか入出金振り替えとかマイスターマーケットというのが出てきましてこちらも比較的分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけどもさらにシンプルな画面遷移になっているような印象ではありますね次にナビゲーションが大きく変更になりますよということなんですけどもスマートフォン版のナビゲーションには株価検索がございませんので株価検索をご利用の方には左メニューの国内株式からご利用くださいということなんですがこの左のメニューですねおそらく左上に3本線とか出てくる かと思うんですがそこから国内株式にアクセスすることができまして今説明のあったように株価の検索を行うことができるとまあ、確かに言われてみると株価検索ってないですね僕の場合国内株式は専用のアプリで取引をしてたのであまり見たことはなかったんですけども、まあ、これがブラウザから確認することができますよということそして右上のこの3本線ですかねこれをタップしたらこの右のメニューが出てくるということでポートフォリオとか取引とか総合口座管理ができますよと。ちなみにもう少し画面を下がるとスマート 対応という,ふうに発表されてておりまして今回のののリリーーーススでは主に各商品トトップページのスマートフォン対応を行います、まあ、今出てるような、こういった画面。それが、どんどんスマートフォンに対応していきますよ、ということですね。まあ、ちょっと、ここの部分については、期待したいところではありますね。で、なが一つ目。続きまして、二つ目は、投資信託の取引サイト。こちらもリニューアルしますよ、ということなんですけども。それがこちらなんですが、投資信託取引サイト、リニューアル。これまでに関しては、デバイスに応じて画面がバラバラだったんですが、それが同じ画面をパス パソコンでもスマートフォンでも見ることができまして、シンプルな画面になりますよと。次に、パソコンでもスマートフォンでもということで、パソコンでもスマートでも同じサイトをご利用いただけます。通勤通学時は、スマホで手軽に講座をチェックして、家ではパソコンでゆっくり気になる投資を発注なんてことも。次に、シンプルなデザイン。情報をまとめてシンプルな画面に。もちろん、ポートフォリーのリターンや残高等、必要な情報は一目でご確認いただけるようデザインを改善します。いいですね、これは。直感的な操作性ということで、一方でアクセスのしやすさも着目し、 ワンタッチで必要な情報にアクセスいただけるよう、ナビゲーション機能を充実させます。ということで、ナビゲーションということで、パソコンの場合に関してはこちらのメニュー、スマートフォンの場合に関しては、このようなメニューにアクセスできますよということですね。あとは投資信の購入も数クリックでできるようになりますよ。ということで、例えばこのファンド探すとかファンド検索のところですね。そこからファンドを選んで買い付けか積み立てここから購入することができますよ。とま、確かに今と比べると投資信の購入であればアクセスするまで色々辿っていかないといけないんですけどもまあここ？ するのであれば、結構シンプルでアクセスはしやすくなりそうですね。っていうのが2つ目続きまして3つ目2024年これ9月予定なんですけども債券取引サイトがリニューアルしますよということで、それがこちらですね。債券取引サイトリニューアル投資信託に続き、債券取引サイトリニューアル。新しいデザインでスマートフォンでも見やすい画面に保有資産の評価機能の拡充に加え、利金償還金、金シミュレーション銘柄のお気に入り、機能など、もっと債券取引がしたくなる。新機能を追加予定です。ということで、これまでについては情報があり。すぎて 何を見ればいいかわからないですとかスマホ用の取引サイトがなかったりということだったんですけどもそれが新しいデザインになることによってスマートフォンでも見やすい画面になりますよということでアップデートがされますあとはマイ債券メニューで保有債券を一元管理ということで保有債券の評価をまとめて表示まあこのようにですねまとめて表示をすることができまして管理がしやすくなりますよとあとは新機能として気になる銘柄をお気に入りとしてね登録することもできるみたいですので普段から債券の取引をされている方はもちろんこれから債券の取引を検討さ れてる方もおそらくこれを見る感じは使いやすくなるんじゃないかなという印象はありそうですね次に4番目2020年9月予定にはなるんですが SBI 証券株アプリ米国株式取引機能リリースということでそれがこちらなんですけども SBI 証券株アプリはリニューアルにより国内株式だけではなく米国株式にも対応これいいですね日米株の投資情報の確認から銘柄検索取引口座管理まで一つのアプリで完結しますということです 現在ですね SBI 証券ではアプリ上で米国株を購入する際に SBI 証券の米国株というアプリを使って取引を行うことができるんですけどもそれが SBI 証券の株アプリこれがリニューアルすることで国内株式と米国株これが一緒になるという感じの認識になりそうかなと思いますちょっと間違ってたら大変申し訳ないんですけどもなので普段から国内株式だけしか購入してない方とか米国株式だけしか購入してない方からすれば特に問題ないと思うんですけども国内株式が米国株 式どちらも購入されている方からすれば一つのアプリで管理がしやすくなってそして取引もできるようになるのでこれはかなり嬉しいアップデートの一つになるんじゃないかなと思うんですよねなのでちょっとこれはどうなるかわかんないんですけどもアップデートをねちょっと楽しみに待ちたいなというふうに思ってるところではあります次5つ目2 0 2 4年12月メインナビゲーションということでこれについてはサイト全体のことを示してるんですけどもメインナビゲーションリニューアル現行のサイトについても使いやすいと感じていただけるよう改善を続けてまいります2 0 2 4年末には各商品トップページの スマートフォン対応を行う。ほかナビゲーション機能を充実させることで、各ページへのアクセスをスムーズにいたします。と、これ、ちょっと先ほど出てた内容とほぼほぼ同じですね。次6つ目2024年12月外貨入出金画面リニューアルということで、それがこちらで外貨関連の投資に欠かせない。外貨入出金とか。あと振り替画面もリニューアルして、スマートフォンでも使いやすい画面に生まれ変わります。こちらもご覧の通り、比較的シンプルで使いやすそうな画面に変わりそうだと思うんで、こちらもアップデートね。ちょっと楽しみにしたいです。そして7つ目2020。 2025年簡単積み立てアプリということでおそらくこのアプリですね使ってる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ投資積み立てに特化した公式アプリ簡単積み立てアプリのデザインをリニューアル積み立て初心者の方にも投資に慣れてきた方にもどなたにも分かりやすいよう画面を改善いたしますと新しくなる画面はこのような画面となっておりまして非常にシンプルなね分かりやすい画面となっておりますちなみに現時点での簡単積み立てアプリの画面はこんな感じとなっておりましてこのロボットが出てる、ね 可愛らしいデザインにはなってるんですけども、今回発表された画面を見る限りは、可愛らしいデザインからすっごくシンプルで SBI 証券らしい画面になってるんで、かなり印象が変わる感じにはなりそうですね。ただまあ、これについてはどっちが使いやすいかっていうのは正直僕わかんないんですけども、から簡単積み立てアプリを使って管理をされてる方とか、収益額を確認されてる方はですね、ガラッとおそらくデザインが変わりそうな感じの印象ではあるんで、こちらもね、ちょっとアップデート、まあ楽しみというよりかはどんな感じになるのかですね、気になるところではあります。これが 今年年か来年あたりにされるような書き方ですねそして最後8個目に関しては、ハテナハテナ、その他サイトアプリということなんですけども、他にもですね、現時点で発表されているのが、その他サイトアプリも継続リニューアルということで発表されております。SBI 証券では、業界最高水準のサービスをご提供できるよう、国内株式の売買手数料無料化、ゼロ革であったり、複数のポイントクレジットカードへの対応とか、投資残高に応じたポイント付与とか、こういったものに取り組んで参りましたと。そしてより良いサービスを提供できるよう、引き続き努めてまいりますということですので、 結構ね、SBI 証券については、新しい NISA ーー含めてね、今投資が盛り上がってる感じではあるので、これからもですね、いろんなアップデート、リニューアルが含まれてくるかと思いますので、また何かね、情報が入り次第僕の方でもチャンネルで紹介したいと思います。というような感じでざっくりと8個でございました。もしここまでお伝えして、SBI 証券の講座解説まだの方がいらっしゃれば、今のうち講座解説をしましょうということなんですけども、もし講座解説をする際に、ポイントサイトを活用することを僕が強くお勧めしてます。っていうのを、このチャンネルは見ていただ られてていいる方が少ししでもお得になって欲しいということでこのポイントサイトを強く推している部分ではあるんですけどもそのポイイントサイトサでも SBI 証券の口座回設に関してはこの1番か2番のどちらかのポイントサイトを使う方が個人的にいいですよということで紹介します。まず1つ目は僕が一番使っているポイントサイトのハピタスってとこなんですけどもこのポイントサイトハピタスのアカウント登録をした後にスマートフォンでアクセスをしたらこのように検索をするところがあるのでこの検索をタップして検索のバーのところで SBI 証券と入力をして検索をかけます。 そしたら SBI 証券の案件が出てきまして、新規講座解説プラス入金をすることで22000円相当のハピタスポイントを獲得することができます。これは条件を満たしたら22000円相当をもらうことができまして、ハピタスの場合は1ポイント1円として換算されるんで、22000円として現金にも交換することができるし、他のポイント、例えば PayPay ペペポイントとかポンタポイントとか V ポイントとか、 そういったものにも交換することができます。ちなみにその細かい条件は、このサイトの少し画面を下がるとこのようにポイント獲得条件と出てきまして、新規講座解説をした後に5万円以上の入金をする必要があります。他にも新規講座解説した後に、対象期間中に SBI 証券の証券総合講座から、スミシン SBI ネット銀行の SBI ハイブリッド預金へ一括で5万円以上の振り替えをされた方がポイント獲得の対象ということで、これができてやっと2万2000を獲得できるということなんですけども、ハピタス から行う場合はこれをできそうな方はハピタスから行ってください。他にも画面を下がると色々注意書き出てきますんで、これを全部読んだ上で、このポイント貯めるをタップそうすることで、このまま口座解説にね。進むことができますん。で、もし先ほどのような条件をクリアできそうな方がいらっしゃれば、ポイントサイトハピタスを活用しましょう。で、もし先ほどのような条件をクリアするのが難しいなっていう方がいらっしゃれば、2つ目に僕が2番目に使ってるポイントサイトのポールっていうところがおすすめで、こちらのポールの場合は結構簡単にですね。ポイントを獲得することができるんですけど。 けども、ポールでもこの検索をするところが出てきましてこのまま SBI と入力をして検索をかけるそうすることで SBI 証券の新規口座開設完了という案件が出てきましてここをタップそれをするかポールの場合ですねこのように始めるなら今おすすめ証券特集というバナーが出てきましてここをタップしてアクセスするとこのように SBI 証券の案件が出てきますのでこのような方法で試していただければと思いますちなみにこのような案件っていうのはハピタス含めて案件が終わってたりとかポイントが下がってたりする場合もありますのでそこについては ご了承いただければと思いますちなみに ポールの場合に関しては、先ほどのように5万円入金とか特になくて、新規口座開設完了だけでいいんですよ。詳細を見ると、このように成果承認条件として、新口座開設完了だけでいいので、あとは他の注意書きとか全部読んで、あとはこのままポイント貯めるをタップして、SBI 証券の口座開設をすれば、1万5千円相当になるんで、1万5千円相当のポールのポイントを獲得することができます。こちらも他のポイントに交換することもできるし、現金にも交換することができるので、とりあえず口座開設だけで1万5千円。 もらえたい方はこちらのポールも個人的にはおすすめです。ちなみにですね、僕ポイントサイトハピタスとそしてポールに関してはそれぞれ認定ユーザーになっておりますんで、少しでもお得に登録されたい方は概要欄のリンクをタップしてアカウント登録ぜひしていただいて案件をこなしていただければと思います。まあ、そんなこんなで今回は SBI 証券のサイトがリニューアルしますよってことについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。確かにですね、SBI 証券についてはもう僕自身は比較的使い慣れてきてる感じはあるんですけども、他の証券会社のスマート スマートフォンのサイトとかと比べると若干使いづらさはあるのかなっていう風に思ったとこではありますなので比較的最近使い始めた方からするとやっぱり楽天証券の方が使いやすくないとか他のサイトのアプリの方が使いやすいとかあると思うんですよそれがま SBI 証券がかなりシンプルな画面にアップデートがされるということですので個人的にはちょっとねこのサイトリニューアルについてはかなり期待したいとこではありますぜひですね今回の動画の感想とかあればコメント欄に書いててください,いや確かに SBI 証券のサイトは使いづらかったとか 他の方が使いやすかったみたいなね動画の感想でもいいですし思ったことがあればコメント欄に書いていてくださいで先ほど動画内で紹介したポイントサイトハピタスとかポールの登録リンクについては概要欄に順番に貼っておきますんでまた詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました